前回のドラゴンクエスト、勇者アタリよ、竜王を倒し、その手から光の玉を取り戻してくれ。アタリ殿、どうかローラ姫を助け出してくだされ。さあ、これが私の発電筒だ。まさかのスライムベス。ちなみにベスの方が弱いはず。よし、一撃だ。洞窟に行ってみましょうかね。はぁ、松明忘れた。三人の賢者はこの地のどこかでその時が来るのを待っていることだろう。パフ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 、ゲフー。さて、それでは始めていきましょうか。どうもこんにちは、あたりです。ドラゴンクエストプレイ実況続きです。さあ、というわけでレベルが9に上がりまして、装備もある程度揃えておきましたということで、この辺の敵ならばまあそんなに苦労せず倒せるぐらいにはなりました。はい、明治ドラゴンね、はい、一撃です。ドン、やったぜ。今回何をするかっていうとですね、この町のまあ、外れにあるこの祠にやってきたわけですが、ここには何があるのやら。おじいさんがいる。うん、どうもこんにちは。そなたがあたりじゃな。竜王を倒すため旅に出たという話はわしも聞いておる。しかし竜王はとてつもない魔物じゃ。倒されるのが分かっていてみすみす行かせるわけにはいかん。あたりよ、そなたの力を試させてほしい。この地のどこかに魔物たちを呼び寄せる銀の盾事があると聞く。それを持ち帰ったとき、そなたを勇者と認め、雨雲の杖を授けよう。なるほど。銀の盾ごとね。ガライさんが持っていたんじゃないかと思われるあの盾ごとを、ここに持ってくればいいと。うん。さて、どうしようかな。今、この辺、レベル上げしつつ、いろいろ見て回ったんですけども、洞窟が2つありまして、まず1個目の洞窟行きましょうか。ここですね。ここから、ガシュ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 。あ、こっち違うっぽいな。これ多分向こうに渡るための洞窟だな。というわけで、ガライの町までやってきました。もう一個の洞窟はこのガライの町からまっすぐ南ですね。この毒の沼を、まあ目印に、右に行くと洞窟が見えますね。さあ、ここに入るの初めてだな。今回ここを攻略して終わりかな。松明を使って、うん、行きましょうか。よし、ここに銀の盾事があるといいな。あ、なんか物々しい柱が見えるな。あと敵魔法使いね。 OK です。まあこれぐらいの魔物だったら全然いけますよ。これ以上強くなるとちょっとわからん。お、すげえ入り組んでる。うわ、なんか初めて見たぞ。あ、こいつ確かホイミ使うやつだな。危な、危ねえ。一撃じゃ倒せないか。まあこれぐらいだったら想定の範囲内です。えい、また出た。あ、一撃だ。あ、さっきはギリギリ倒せなかったんだな。よし、だいたい HP は21か22か、そこらなんでしょう。柱が、柱、お、下に行けそうだすが、出すが、よーし、いいね。よしよし、大体、なんとなくこの階層は分かったな。宝箱かなんかないのかな。なんか、ドラクエの1ってそんなになんか宝箱があったイメージがないんだけど、どうなんだろう。あ、なんか水があるけど。特に何もないんだな。あ、宝箱。はあ、めっちゃお金手に入った。348ゴールドだって。今夜は宴じゃん。こっから多分回っていけば下の階層に行けるのかな。そんなに甘くはないかな。あ、なんだ、鍵を持っていない。鍵があったら入れるのか。鍵か。ここまでの村の中で鍵を売ってる村はなかったから、まだ先に進んでで鍵を変えるようになってからかな、ここに来るのは。よし、着いたね。お、結構広いのかな。そうでもないのかな。広いだろうな。骸骨だ。こいつ嫌い。結構強いんだ。よし、 OK。 あー、どうなってんだこれ。一つ一つ部屋があるのか。
ここってもしかしてさっきの、あ、扉のとこだ。ん、あ、ちょっと待って、ここ思い出した。ここ多分あれなんですよ、ドラゴンがお姫様をさらっていったんですよ。前回の動画であの東の方にお姫様連れて飛んでったぜみたいなこと言ったんだけど、あれドラゴンが連れ去っていったんですよね。あれは東の方って言ってたからここじゃねえな。うっ、宝箱があるぜ。お、物々しい部屋があるな。上から入るわけじゃないだろ。上から入る上から入るでしたね。よし、これで多分なんか盾ごとがあればいいけどな。盾ごとください。違う戦士の指輪だと。これなんだ、勇者ロトの仲間だった戦士のもの。はあ、今竜の鱗つけてるけどなんか変わるのかな。ちょっと装備してみるか。よいしょ、マジだ。あ、身につけた。あ、あ、あ、両方ともつけられたぞ。いや、特に何も変わってないっぽい気がする。まさかこれここだ、これだけじゃないよな。あ、なんかあった。うん、魔導士、初めて見る顔だ。よし、このまま行くか。やめて、うん、結構食らう。よし、オッケー。鉄の盾、うわ、買ったばっかり買ったばっかりなんだよな。まあ売ってお金にするしかねえか。よし、出てないところで。ではこっちかな。ありがてえ、返しの一撃。よし、あー、どっちしようかな。上に行こうか下に行こうか。上一回行ってみるか。上多分何もないはずだけど。うー、どんどん敵が強くなる。見たことねえやつがどんどん。1ポイント。あ、何もない。なんか気持ち悪いの出てきた。ドロル、あれドロル、ドロルってドラクエ1に出てきたっけ。なんか僕の覚えてる範囲だとそんなに魔物の種類が多くなかったと思うんだけどな。松明ありがたいね。あ、まだ宝バーグ。うわ、めっちゃお金がめっちゃお金が増えていく。ありがたい話だ。よし、もう一撃でおしまいだ。エンカウント率高いな。あ、ここ最初のとこだな。あ、右下だ。あれ、なんかいつの間にかたどり着いたぞ。ちょっと待って、なんか、あ、どうしようどうしよう。松明捨てるか。不思議な木の実を手に入れて、不思議な木の実を使いつつの、あ、こっちも取ろう。力の種、ありがたい。力の種、やったぜ。あれ、なんでこのたどり着いたの。レベル上がったぜ。レベル10か、もう立派な一人前の勇者だな。魔法トーン、ありがたい。はい、上の階層に戻ってきましたね。で、ここから右下に入れない部屋があったから、あそこを目指していけばいいのかな。ちょっとじゃあ右下まで行ってみましょうか。早速魔物にぶち当たるっていうね。ここまで来て、あ、行き止まりか。ちょっとずつマッピングしながら行きたいな。まあ脳内マッピングですけどね。うん、あ、そっか、思い出した。あー、そっか、ここの池っぽいところから右下に行ってないわ。よいしょ、はいはい、そういうことか。ここでもうすでに道を間違えてたというか、ここだな。なるほどなるほど、ここ行ってないんだ。
おや、ここから行き止まり行き止まりじゃん。ということはやっぱりさっきの大陸をつないでいる洞窟、あそこから下に、南に行く感じなんだろうな。よし、じゃあ今日はこのぐらいにしとこうかな。それじゃあまた次回、バイバイ。